ザウリといえばこれ、この形で頭が動かないっていうね。仮面実は面の横にこう割り箸刺してんだよね。あ、確かに。で、噛んでんの。でも首あるからそこにしっかり取れないようにするの。正体ね。ここら辺マジに痛かった。そう、これもう俺が殺されるかもしれない。痛いっすね、これ。ユースケさん言ってくださったから、言ってたんだよな、多分。これ、ボビー・ゴーランドっていう動きなんですよ。ボビーさんすいません。ボビーさんすいません。ボビーさんすいません。絶対怒れ。名付けちゃいました。もともとは JCB アンダーグラウンドの、ショーケースがありまして、そこで、この、やってました。ボビーさんがセンターで、周りをこう、こう16ビートで足踏みしながら、こう、カッカッみたいなやりながら回るっていう。で、ボビーさんがセンターで、やるっていう、はい、動きがあったんですよ。それをインスパイアさせていただいて、ボビーゴーランドみたいな、じゃあボビーさんよし、あ、ボビーゴーランドだみたいな感じで名付けて、じゃあMC ユースケさんが実際に採用していただいて、俺はすっげえヒヤヒヤしてる。いやもう俺もうこれ変わりたくて、で事前にそのユースケさんにこういう技があるんですよねっていうのを動画撮った時に。もう突然、あ、出ました、ボビー・ゴーランド。みたいな、もう、みんな、ドッカーン爆笑して、やっちゃったね。やっちゃいましたね。さすがに使わないっしょと思ったら、もう、って放送見たら、あいこか、ボビー・ゴーランドって。あ、終わった。終わったと思った。もう、もうこれでもう、たぶんバレました。バレた。でも、これマジですごいから、この頭の位置が動かずに、やるって言って、上下つけて。ここね、はい、めっちゃここね、超作り直したね。めっちゃ作り直したぜ。最初はなんか後半にハッてやるじゃん、これは、はい、それをずっとやってたんだっけ。ずっとやってましたね。そう、この衣装だし、この声だし、はい、いけるだろみたいな感じで48ぐらいずっとハッあんないいわけないだろみたいな。詰められた分も、もう、もういけんじゃねえかみたいな。いけんじゃねえか、そう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 。でなんかボビーさんみたいな、ねえなみたいな。確かに。あきれてたっすね。そうそうそう。で、結局はそのティッキング入れたり、なんか多彩にね、もう華やかに盛り上げるっていう。でもちゃんとこれも、なんだろうね、あの振りはね、どこで何なんですかね。たぶん、タキのノリじゃないですか。タキのノリか。もう、はぁって言うけど、俺じゃないっていう感じだった気がするっすよ、俺も。もう、その遊びで振りも出来上がるっていうね。これを見てください、ぜひぜひ。はっはっはっ。あー、ここね。ここっすね。俺、こうだよね、隣。あ、そうっす。ここ結構しんどくなかった。しんどいっす、下行けみたいな感じになって、ここ、ドゥーン、ドゥドゥンって。汚いって思われてもいいですけど、俺もう、マジで唾ビヨンって。リハとかでなったんですよ、俺もう。マジで、いや、もうさ、もう口くわえてるじゃないですか。そうだわ。だから、よだれも飲み込むのもきついじゃないですか。そう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 。きつい、もう体もきついし。よっしゃ、来た。ビヨンやな。糸引いてた。最悪よ、もう。やばいっすよ。これは大丈夫なの？これは、ほんまは大丈夫だ。ほんまは大丈夫だ。もう、リハとかでもう最悪でしょ。しかもさ、これさ、みんなさ、ブワーン、ドゥンみたいな感じでさ、超決めてんだけどさ、これさ、どっからどう見ても顔なしないよ。いや、そうなんですよ。結構面白いよ。フォーミュラをね。いや、ここ当日リハ終わった後にこれ変更になりましたよね。そう、脱ぐようにしたね、はい。そうだわ、もう、うわ、もう一発本番ですよ、これ。そうだわ、一発本番だわ。俺はマジ一番緊張したっすもん、これ。ビッグボスがね、いいよ、お前いいんじゃねえかみたいな、なったんだよね、確か。マジ緊張した、これは。そうだわ。当日リハ終わって、もう合わせるところがないんですよ、実際ステージで。はい、で、その後に、みんなでこうやって。いいぞ、いいぞって。だって脱ぎ方の練習してたもんね、振りじゃなくて。
これ脱ぐの難しいね。ここですね、こっから往年の JSB ステップバンバン入ってきますね。16ビート満載。しんどかったね、普通僕らのショーケースってステップパート、ちょっとニュースクールパート、グルーブパートみたいに分かれてるんですけど、これに至ってはオールステップバカだよね。バカだよね。何やってんの。作り終わったって思うもんね。後悔しました。後悔した。投資リハやりたくねえけど、でもやれば勝てるしやろうみたいな。せめぎ合ってね、自分。ターンの向きも合わせてるね、これね。負けんだよ。ここでトゥループ。このトゥループが超きつい。ここからもう一段階上げるんで、ここ。いや、ここっすね、マジ。ラストの10秒15秒にかけてまたさらに追い込むんですよ。でここでもううちのキレキレのカナウトコーダーのね、ツートップ。でも15ビート、マジでしんどかった。やばかった。よくないよくないよね。心臓によくない、マジで。ピラミッドだからさ、で全見える位置だからね、抜けないよマジで。抜きポイントがないからね。全部僕はもうしこたま気合入れてました。ここ俺とカナダの間すっげえ狭いですよ。あ、言ってた。天狗天狗だったんで、ここの行きたくても行けないみたいな。なんていうの、もう我慢しながらこう、でもバイブス出さなきゃみたいな、やるみたいな。えぐらなきゃいけないしね。なんなら俺カナダに合わせて渡すもん。頼むわ。ここつらかった。イエーイ。はーい。はーい、なんだけどさ、コーダイさ、本番30分前ぐらい鬼詰めされてた。鬼詰めされてましたね、マジで。この足の、こう、まあコーダイの足だとして、これの角度、こうなったりこうなったりして、こうなってもダメで、カナウト、ビタ合わせしろみたいな。ビタ合わせしろみたいなって。けど、カナウト、ね。これあれあれあれ今気づいた。俺今気づいたっすわ。あれあれ、これどっちが正しいんだ。どっち正しいんだっけ。それはもう後でのお楽しみで、なんか合わせようみたいなんだよね。これコーデ間違えたかもしれないし、カナウ間違えたかもしれないし、首詰めてたな。味だけ詰められた。でこれも点数結構良かったよね。めっちゃ良かった。3番目ぐらいだったんだけど、なんか割かし出番が早いほど結構フリーっていうのは実際ギリがあるんですけど、この時でも3番目だけどもう70点超え出して、この時3位ぐらいだったのかな。はい、まあ、でも本当にめちゃくちゃ高点数出ました。往年の16ビートから JSB 絡めて、衣装も本当にいろんな初めての経験して、でもなんかもう時給自分との方ね、もう間違いないです。はい、そんな感じでめちゃくちゃ思い入れのある作品でした。はい、もう古代糸引いてんだなと思って見てもらえたら嬉しいです。はい、というわけで D リーグの、はい、振り返り、ラウンド3サイバーザウリの振り返りでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てねー。